こんにちは。今日は近所の小さな山に登り切ってきます。今山って言って、中に熊野神社ってとこもあるそうです。のんびり登ってきます。途中でこんなプライベートビーチっぽいのがあるの発見。うちの近所だとこんなにいっぱい貝とか落ちてないんですけど、少し離れただけで貝いっぱい。普段は上から見るだけだけど、テトラポッドも近くまで来たらすごい迫力です。今から登る今山遺跡は、弥生時代に石斧って書いてあるけど、まあ、石の斧ですね。石の斧を作っていたようです。階段があります。もうちょっとだけかな。でもあそこ上登ったらもう着くような気がする。木の間から海も見えます。上の方に来たけど、まだ先がありました。行ってみます。熊野神社来ました。小さいけど、結構綺麗にされていて、可愛らしい神社です。熊野神社来ました。で、神社から右の奥から上に登るのと、左から上に登る道とあります。まあ一緒かもしれないけど、展望台があるらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。左の方に来たら、今山遺跡の方に来ました。さっきの石の斧とかを作ってた遺跡ですね。今度はこっちの奥へ行ってみます。モーションラプスも撮り終わったので帰ります。よく見ると桜の木もあるんで、春はまた綺麗かもしれないです。さっきからこのビデオマイクロの端子がちょっと外れかけてて、なんて言うんでしょう、この音声が入ってない時があったので、もしかしたら今日音声なしパートが増えるかもしれないです。